はい、よくお戻りになられました。サクサク。はい、我らが神のご加護がありますようにということで、はい、皆さん改めましてこんにちは、こんばんは。はい、ということでここでヘイヨーと生かしたやつが踊ってるけど、前回までのあらすじで、あの勇者の試練ということで、まああのウラノスの銅像があった試練と、そしてセニカ様の銅像があった試練に、まあ、挑みました。はい、そしてですね、今からは今度最後の試練に今日ね、進むということで、まあ、今日この最後の試練に打ち勝ったら、いよいよ最後のボスじゃないかなということで、とりあえずね、前回この、ほら何錬金マシンで、しっかりとね、いろいろ、まあ、武具を調整したり、なんやかんやいろいろしたので、今からね、やっていきたいと思います。さあ、これは？はいはい、闇の衣をね、剥がすということで、とりあえず、こいつ話したし、ここ、前、こっち行ったよね、ここが多分今日最後の試練になります。ここですね。はい、勇者の試練ということで、ここが一番難しい試練です。勇者の試練は3つの試練の中でも最も難しい試練、覚悟しておくがいいと。まあ、この顔に似合わず、なんか喋り方なんか偉そうだけどね。じゃあ今日この勇者の試練行きましょうじゃありませんか。皆さん一緒に試練に行きましょう。さあ、勇者の試練、狭間の霊堂に来ました。さあ、もうここもね、見慣れた景色になりますよ。さあ、一体どんなモチーフになってるコースかな。今までいろんなダンジョンがあったけど、次どこのダンジョンっぽい？みんな考えてみて、どこのダンジョンかな次。そうだね、予想しよう。予想すると、全く想像できないわ。よし、行きましょう。おお、ロトゼタシア冒険王。ロトゼタシアの全ての土地に足を踏み入れた者に贈られる称号。普通に魔王の城じゃないかこれ。奈落の名城って。あ、やっちゃった。よし、じゃあちょっと進んでいきましょうか。これ地図は、ああやっぱりね、あの普通にあの天空魔城だったわここ。はい、ではね、早速進んでいきましょう。階段はどっちだ。こっちだ。よし、オッケー。天空魔城でもこういうとこあったかなっていうぐらいの、なんかあれですね。あ、あったね、こういうとこあったわ、これ覚えてますね。ここはちょっと勇者の試練長そうな感じがするね。はいはい、降りていきましょうか。さあ、なんかリアルっていうか、こんなとこだっけ天空魔城。まあでもこんなとこだったね。おお、すごいの来たね。はい、ということでね、降りていきますよ。さあ、来ました。あそこ、あれを倒さないと進めないっていうことでしょうね。さあ、じゃあ早速ね、私たちの実力を見ていただきましょう。さあ、倒します。おお、すげえ、一気に来た。さあ、どんなもんか見せてくれよお二人さん。さあ、よし、行こうじゃありませんか。よし、これでもうこいつ終わりそう。お、なかなかやるね。じゃあちょっとここで、ギガブレイク行こうかな。これで多分左のやつは倒せるはず。で、次に、まあ、呪文攻撃で行くかな。二人の呪文攻撃、イオグランデと多分マカデドってぐらいかな。よし、そうだね、これで倒せる。倒せないか。おーっと、じゃあ次ドラゴン斬り行こう。お、やばいやばい、おたけびきやばい。うぃ、神よ。そして俺か、いってえな。よし、じゃあ行きます。ドラゴン斬りでこれで終了ですね。よし、 OK。 はい、あ、せいにゃありがとうございます。さあ、まあこんなもんですね。てか余裕だわ。勇者の試練でも全然余裕。さあ、どんな強い敵が出てくるんだ。はいはい、まあでもね、多分ね、本物の天空魔城みたいに、あの複雑な感じではなさそうですね。はい、ということでね、引き続き進んでいきます。ちょっといろいろね、敵を一掃したんで、まあ、この感じで続けていきましょう。まあでも勇者の試練にふさわしいよね。さあ、次は一体どんなところが広がるんだ。うわ、なんかあの全く一緒ですね、ここ。あれとこれ倒した方がいいのかな。なんかいろいろ倒したんだけどね。ああ、落ちちゃった。ああ、いるのね。あ、びっくりした。これ全部一緒か、あの時と全部一緒かこれ。よし、ちょっとあれしましょうか。結構大変ですよこれ。勇者の試練一番時間かかるかもしれないこれは。まあでもとりあえず拾えるもんを全部拾って、ここに全部宝石落ちてるからね、ここを全部拾っていこう。
うわでも大変だな、これはまた封印解いたりしないといけないよこれ。勇者の試練なのに本当ここまでの試練と思わなかったね。よし、とりあえずこれ進めるところがあっちしかないから、とりあえず上登ろっか。はい、ではちょっと乗ります。さあちょっとこれでね、一旦行けるとこありましたよね。アイテムちょっと回収しに行きましょうよ。アイテム今こっから落下したんだっけ。とりあえずね、はいはい、ここに行ってまず全フロアの、宝箱を、お5枚すごいね。全フロアの宝箱とアイテムをまず回収していきます。一旦それした方がいい。とりあえずもらえるやつは全部もらうんで、それだけちょっとねやっていきましょう。そこはちょっとカットしましょうかね。はい、探索が終わりましたんでね、今からちょっとこのさっき落下したところのフロアから入っていきたいと思います。さあでは、ちょっと1階に行くのがあっちだから、左に行ってあの奥まで行ってからちょっと行きましょうかね。さっと見ていきますよ。さっと、おお、モンスター全くいない。いるけどもこの辺全部無視でいきましょう。でこっちに行くと宝箱はあるよね。うん、あるよね。これだけ回収しに来ました。はい、どうもどうも、勇者様のお通りです。はい、ありがとうございます。そんな感じですね。次2階の外部っていうとこ次行ってみましょうかね。これで次左に行くと多分外に出れるんですけどね、ちょっとそこ行ってみましょうか。またこれ可愛い、可愛い子いるのかねこれ。はい、では外行きますよ。一旦外に行ってみましょう。はい、外に出ましたが、ここは宝箱だけですね。オッケーオッケー。ミミックじゃないでしょうね。あ、来た来た、うわパンドラボックス、ミミック強化。さあ皆さん、ミミック強あっという間に倒してみせましょう。はいはい、オッケー、一旦で終わるかな。おお、結構一旦でいけそうな気が。ザラキされたらやばいからね。お、最後俺だね。うわ、やばいやばい、魔法トラか。あ、よかったよかった、まだマシだ、まだマシだ。さあ一旦で終わらしますよ。次じゃあ剣の前でいきます。多分ね、アルテマソードよりこっちの方が合計ダメージが多い。よし、一旦で終了。やっぱ強いね。5600ですよ、経験値。たった1個で、1匹で。はい、ではでは、1階に行きましょうかね。1階に行って多分封印の部屋があったんで、あの封印で1個だけ入れる部屋に多分入るんでしょう、おそらくね。もう攻略すっかり忘れてるし、っていうか絶対に同じダンジョンとは限らないよね。多少は変わってるかもしれないよね。カジノやっていこうぜ。はい、カジノコイン500枚ゲット。まあ、カジノほとんど行ったことないけど、さあさあ、よし、続きです。はい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 、とりあえず1回降りてきましたよ。おや、これもなんかアイテムは後ろなかったよね。あ、なんかありそう。これ宝箱あったよね。ほらほら、やっぱりあったあった。うん、あったよね。よし、 OK。 レシピブック、ネルセン武具全集、いいじゃないかこれ。最初からこういうの欲しかったわ、全集。さあということで、そのまま進んでいきましょう。まあうまい具合にね、カットカットキットカット繰り返して、まあ30分、長くても30分ぐらいの動画にはまとめたいんだけど、もしかしたら無理かもしれないね。ちょっと長いからね、この天空魔女っていうのは本当非常に長いから。あ、ここ封印されてるわ。こう封印をまず解かないといけないんだけど、先にのドラゴンに乗って上まで行った方がいいのかな。とりあえずちょっと先進んでいきましょうか。これで次に右に行くのね。はい、もう敵全部無視します。あ、あったあった、ワープゾーンみたいなのあったわ。やっぱちょっとだけダンジョン違うね、本当の天空魔城とはね。よし、ここ入りますね。はいはい、外に出ました。あー、ほうかほうかほうか、そうかそうか、これね、あの登るやつですね、登るやつ。この卵ちゃんに乗って登っていくやつですね。はい、ジャンピング OK。 さあここも OK、 ジャンピング登ってジャンピング OK。 ここで何回になった、ここで3回に行けるんだね。よし OK、 降りよう。
さあさあちょっとメタルキング初メタルキングなんだけど、いけいけ、これもうもらったね。神よし、やったーやった、初メタルキング倒しました。初メタルキング、うわーちょっと嬉しかったわ、ちょっと本当に嬉しかった。今のこれ経験値いくらくれるの。さあ皆さん注目、初のメタルキング、おおすげえ、164,053、もうやばいんだけど、レベルがもう99になっちゃうよ。お、ありがとうございます。すげえ、これ全員上がるよね、16万だったらね。あ、全員上がらなかった。おお、せーにゃー、はい、シルビア、てかね、もうあのめっちゃレベルすごいでしょ。こんなメタルキング狩りとかしてなくてここまでやり込んだからね、僕結構すごいと思いません？やった、これも多分間違いなくレベル99で、あのニズゼルファンのとこ行くことになるね、勇者と神はね。レベル99になっちゃったなっちゃいました。このすぐ後の戦闘でもうなっちゃいましたね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。最強の勇者が最高レベルに達したことを祝して贈られる称号ということで、もうなっちゃいましたねここでメタルキング倒して、その横にいたヘイヨーっていうモンスター倒したら、もうなっちゃったわ。もうほら次のレベルまでゼロになっちゃいましたね。はい、いやいや、もう99になっちゃいました。おい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 、もう無視するわ。はい、やってきました2階外部。なんかね、もうドラクエも FF みたいにさ、レベル120ぐらいまでいけるようになってほしいよね。はい、ということで進んでいきます。もうまず向こうに宝箱が見えております。あれを取っていきましょうよ。てか封印をさ、どこで解くんだっけ。封印ってなんかカチッとスイッチ押したけど、ああいうの全然ないけど、こういうところクリアしていくしかないのかな。勇者の兜、いいね。これ老衆がつけてたやつじゃない。これどう、あの上がるかな、守備力。勇者の兜、あ、守備力上がる。あ、装備します。さあ続きやっていきましょう。どこで封印解くんだっけこれ。はい、こういう風にとりあえず上がっていくしかないですよね。宝箱はもうここ取ってますもんね、このフロアのね。 あれは回復したのね。よし、このまんまちょっと行きたいと思います。はい、この子、ここはね、このフロアはこの子がいります。はい、乗りました。このフロアはね、バリアがあるので、この乗り物に乗っていかないとダメです。はい、で向こうは行き止まりなんだけど、多分宝箱があると思うので、それだけね、ちょっと回収しに行きましょう。え、何もないよ。あ、こっちか。 OKOK、 全部吹っ飛ばしたよね、こいつら。さあさあ、こっちに宝箱。おー、すっげえ、何この宝箱、でっかでか。ちょっと待って、これ何、明らかに怪しい匂いプンプンするけど、これ、うわ、ギガパンドラボックス来たよ。皆さん来たよ。これ最後の戦いになるかもしれない、宝箱史上。うわ、すげえ、これはやばいぞ。さあみんな全力で行こう、全力で。よしよし、幸先いいぞ。バークレクセント OK。あんま食らわねえな、やばいな。ちょっとよし、アルテマソード行くわ。頼む、700OK。 うわ、やばいぞ。あ、魔法トラ1回 OKOK。 なんぼでもやるから。来た、やばい、全然来るなよ。耐えろよ。うわ、うっそ、マジか。ちょっと待って、これはやばい。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。今かなり焦ってる。ちょっと待ってね。とりあえず俺を生き返らせて、俺を。ちょっととりあえず、ちょっと待って。これやばい。本当にやばいわ。ギガパンドラボックスマジでやばい。ギガパン。とりあえず俺を生き返らせて。これ魔法トラとか本当やばいから。これザラキーマにされるから。よし、OK。とりあえず俺を生き返らせる。よし、必ずザオリックできるやつをいないとやばい。で、次がね、攻撃、ま、もう一回入れ替えしよう。これはちょっとまずいことになった。過去最高にやばい
本当にやばい。よし、次は、カミュとロウ、ベロニカ、シルビア。これで二人生き返らせるわ、今度一回。ちょっとザオリクします。よし、これでなんとか。ザラキーマする可能性あるからね、でもこいつ。よし、これでとりあえず、どんどん生き返ってはきたから。ザラキーマに耐えてくれ、あと。これで全滅すんなよ。頼むぞ。うっそー、もう何生き返していいねえじゃん。うーわ、やっべ、セイニもやばいやばい。これはもう、経験値うんぬん言ってる場合じゃないね。これはやばいことになった。ちょっと待って、これ。本当にやばい、これ。ちょっと待って。もうやめるわ。もうちょっと待って、これでいこう。ちょっと待ってね、入れ替えでちょっとセイニャが危ないから、セイニャと、ちょっと待って、だいぶ俺混乱してんな。よし、よし、もうこれでいく。もうあと3人死んだままでも仕方がない。もうこれでいくわ。これでなんとか、ごめんな、もうちょっと一発勝負でいくからね、俺。この後ザラキーマされたらやばい。よし、これでなんとか自分でベホマズンとかやって。ベホマか。ベホマズンやってほしかったけど。頼む、グレイグ。なんとかしてくれ。弱いな。よし、ちょっともう一回あれでもそうだ。もうこれ続けるしかないわ。よし、よかった。あー、きっつ、これ。まあ、6700ぐらいの経験値だったら、まあいいか。宝箱ちっちゃく戻ってるわ。とりあえずちょっと待って。うーわ、これはもう死んだかと思った。マジで本当にやばい。はい、こんだけ苦労して宝箱手に入れたけど、何これ、奇跡の雫。まあまあいいじゃないか。よし、じゃあちょっと戻りましょう。はい、ではここですね。ここあれ、ここじゃないね。もう一個向こうか。もう一個向こうの、バリアの壁、ここを通ってこっち行きます。ここでよかったかな。ここで宝箱は何もないから、このまま向こう行きましょうかね。よし、はいはい、こっちですね。さあ、OKOK。 あれ、ここに出て、あ、今度3階外部か。よし、これでまた登っていくんですね。宝箱もないね。よし、 OK。 じゃあ続きいきます。はい、ということでね、3階の外部に来ました。まあぼちぼちちょっとショートカットするかな。ショートカットというか、カットしてちょっと重要なとこだけに行くかな。さあ、これでどこに行くんだろうね。4階かな。はい、ではちょっと待ってね。4階に来たね。この後ろになんかあるね。後ろになんかありますよ、これ。お、これは、あれか、あの変な乗り物で行けるやつだ。ちょっと待って、あれ下にあるよね、宝箱。うわ、ちょっとどうしよう、これは下に行ったらあの乗り物あったよね。こっち行ったらあのまた門番とかいるやつだから、よし、ちょっと下に降りてみよう。ちょっと一か八か行きますよ。下に降りたら多分あのカチャカチャの乗り物があったはずなんで、ちょっと降ります。うーい、 OK。 これであるよね。おー、ちょっと待って、宝箱この中にもあったはずなんだけど。あ、いっぱいあるね。でも怪しいな、この1個だけとか。もうこれ怪しさ満点。お、あったあった。すっげー、なんかいろいろすごいな。はい、やってきました。宝箱なんとか取りましたよ。英雄王の剣、素晴らしいの手に入れたけど、多分俺には合わないな。はい、皆さん帰ってまいりました。これでね、また上まで戻ります。結局グレイグしか装備できないんだけど、あの英雄王の剣っていうのは。でもグレイグがもう強すぎて、もうレベル96かなんかで強すぎて、もうあの攻撃力普通に下がるんで、もうこのままの、装備でいきます。いやー、でもまあまあ、もうすぐ大詰めですよ、これ。大詰め。今後どうなるかですね。この後どういう試練が待ち受けているのかっていうのが非常に気になります。あれ？ちょっと。さあ、ということで行きましょうかね。もうここら辺の敵はもう全部スルーで行きますよ。これ。こいつらもう弱いから。で、あのドラゴンは多分倒さないといけないから、こいつだけ倒しましょうかね。はいはい。いよいよ罠じゃなくて、なんだっけ、あれ？なんだっけ、ほら。封印、そうそう、封印を解く時が来ましたね、ついにね。
じゃあ早速やっていきましょう。もうここもねルートとか知ってるんで、まあサクッとちょっと行きましょうか。はい、ではちょっと行ってきます。はい、やっと1個目ですね。やっと1個目、ここ踏みます。さあいよいよ見えてきましたね、あの封印の最後のやつがね。はい、2個目ですね。ここで2個目になります。結構大変ですよこれ本当に。結局こうやって封印も解かないといけないことになってますんでね。はい、3つ目、もうしんどいわ。一旦外まで出ましたからね。これでまだ1個あるってことか。はい、来ました、4つ目かな。これで4つ目、これがラストの封印だよね多分ね。1階のところがあるよねこれで。オッケーオッケー、長かったね。でここに多分宝箱がありましたから確かね。でここがおそらく最後の足場作りの封印のところですね。ここですね。長かったですねこれは。本当にきつかったよ。もうちょっと天空魔女忘れてたからさ。よし、 OK。 はい、これでラスト、あのハテナハテナハテナのところに行けるようになりました。ということでまずはあの1階のあの正面のあの多分立派な宝箱があるとこね、あそこを回収していきますんで、行ってきますねちょっと。はい、ここのね封印がねさっき解けたんですよラスト。はい、うわすっげえ3つあるわ。これどれかがミミックっぽいけどね。じゃあ左から順に開けていこう。お、英雄王の鎧、もうこれはもうグレイグのためのあれだね。英雄王の兜とか。お、違う違う、はい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 。そして真ん中最後ミミック。お、違う、お、勇者の衣、完璧、ありがとうございます。ではちょっと見てみましょう。さあというわけでここまで帰ってきました。さあこの後って、今までの試練って2つともさ、ダンジョン2つ続いたけど、今回も2つ続くのかな。さすがに今回2つ続くようだったらちょっときついかもしれない。ちょっと一旦パート分けることになりますね。おっと、やっぱりこれはぽいな、ぽいですねこれは。よし、じゃあちょっと一旦ここで次のステージに行ってみて決めましょうか。次のステージに行って、もしネルセンのところじゃなかったらパートを開けます。おー、ネルセンのとこだったわ。よっしゃ、ということはもうここで最後の戦いしますよ。今日最後の戦いをして終わりましょう。よし、来たよ。お祈りします。では勇者サクサクよ、たどり着いた。よし、一つ叶えてやる。40手か。よし、どれだけ強いか分かんないけど、よし、やってみようじゃありませんか。おお、なんかすげえの出てきた。お、キラーゴルドとなんか誰かだよね。ちょっと待って、入れ替えでまずマルティナ、ごめん、ちょっとロート変えるわ。多分これがね今の最強メンバー。よし、じゃあ行きます。皆さん見ておいてください、40手以内。さあ、バイキルト俺だね。よし、 OK。 40手だから20手を目指そう。さあ、ノーカットでお送りしますよ。お、ここで一気にいって、どんな攻撃してくるかだよね。これ連携っていうのはあれかな、1手に入るのかな、何点なんだろうね。よし、剣の前で、こっち、うわすげえ、なんか名前がみんなめっちゃかっこいい。よし、ここで踊り狂って1645。よし、誘われねえよ。俺が誘われてんじゃねえか、もう最悪だ。あ、大丈夫。うわ、うっそ、マジやばい。ロー本当に踊ってるわ。ロー、ちょっとバカじゃねえか、おい、ちょっと行って。うわ、すげえすげえ、こいつらマジで強いかもしれない。
うわやっぱやっぱこれは20ってやばいかもしれないね。本当にちょっと待ってね、ローは本当に役に立たないからちょっとやめとくわ。これはやばいやばい。俺戻ってんのか、マジか。やっぱりな、もう最悪だわこれはやばいかもしれないね。40点はちょっとすごいぞ。嘘でしょ。でも多分ダメージは効かない。ベロニカの踊りかわいいな。おい、これはちょっとマジですごいぞ。やばいことになってきたかもしれないね。これは作戦で入れ替えるか。入れ替えても、入れ替えたらどうだろうな。マジでマジで、ちょっと待って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 、仲間とか呼ぶんじゃないよ。まあ雑魚か、よかったよかった。これいつになったらさ、これあれなの、 ゴールド溶けるの。え、いつになったら溶けるんですかこれ。え、ちょっとこれマジでやばい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 。あ、これちょっとどうしたらいいの。ちょっと待って、え、ちょっとこれは、ああやった、倒した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 。ちょっとあとはもうこの2人に頑張ってもらおう。あ、やばい、ベロニカ死ぬ。あ、黄金が溶けた。よしよし、とりあえずちょっと待ってね、ベホマズン1回やるよ。ベホマズン1回、これでなんとかバギームイク。ちょっと待って、これはちょっときついかもしれないね。ちょっと待って、あとはもうローの黄金が溶けた。よし、あとはもう祈るしかないわ。ちょっと途中無言になったけど、やっぱりやって倒したわ。きつかった、結構きつかったよこれ。冥界の覇王たちか。はい、ありがとうございます。なんて、お、やった、20点、よかった、目標通りだわ。すっげえ危ねえ。さあみんな、ここですよ、ここやるよ俺、やりますよみんな。これどれがいい、最後どれがいい。俺エマと結婚したいとか、こういうのはね、願いに頼っちゃいけないと思うんだ。こういうのを願いに頼っちゃいけないよね。こういうのは自分で自らエマに結婚しようって言いに行かないとダメだよね。俺ベロニカと結婚するから。これセイヤの髪型、俺今の方が好き。エッチな本読むわ、みんな今からこれ読むぜ、これ読むぞみんな。これ期待してるでしょ、みんなこれ期待してるよね、絶対期待してるでしょ。これやるよ。おっと隅に置けるな、読むわ。こればっかりは仕方あるまい、ほどほどにたしなむのだぞ手に入れたってそれだけかネルセンが、私がこれまで大事にしてきたとっておきのエッチな本だ、大切に読んでくれ。よし、大切に読むぞ。はい、命の木の実ね。はい、協力的にお前たち待ち受けているということで、ではさらばだ。男の中の男、英雄ネルセにも認められる男の中の男に贈られる称号、お主も好きよの。これエロ本のことかな。よっしゃ、ちょっととりあえず今全部終わったよ今ね。でこいつと話したら、これも一緒ですよね、一緒なので、こいつ話しても多分変わんない。彼も喜んでいる。はあはあ、それでいいのかな。ちょっと待ってくださいよ、ちょっといろいろあれしていきますよ。はい、というわけでですね、今この試練、3つの試練すべて終わりました。ちょっとこれで仲間と話してみましょう。お、びっくりした、ネルセンがいるかと思ったら勇者の装備変えたから、勇者っていうかあのグレイグの装備変えたからこういう風になった。ローもかっこいい、でセイニアめっちゃ美人。俺髪の毛これぐらいの方がいいわ、やっぱり切らなくてよかった。ネルセン様は俺がかつての彼と同じように勇者の仲間になったのは偶然でなく運命だと言っていた。
とても他人のように思えなかった。生まれ変わりかな。ヴァンデルフォンゆかりのものという以上に何か深いつながりがあるのかもしれない。それだけか。オッケー。じゃあとりあえずね、とりあえずここで3つ終わったんで、もう次もしかしたら、行っちゃうかもしれません。あの邪神ニズゼルファ分かんないですけどね、分かんないけど、ちょっと、またやっていきたいと思います。それではね、試練も軽くじゃなかったけどね、最後は結構きつかったけど、次また次回もねしっかりやっていくんで、よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサークでした。